デビュー40周年で最終結した爆風スランプが13日生放送の t b s 系音楽特番音楽の日2 0 2 4午2 5 9時56分に出演。4人でのテレビ出演は1999年の活動休止以降初めてとなる。爆風スランプは希望の歌中継企画に登場。日本武道館が見える北の丸公園内の科学技術館から 大きな玉ねぎの下で、を歌唱した。中井は、いいですね、とうなっていた。視聴者からは、懐かしい、大きな玉ねぎの下で最高でした。心に響く、爆風スランプで大泣き、大きな玉ねぎの下で、は、よく歌ってたといった声が寄せられている。爆風スランプは、サンプラザ中野くん、VO、パッパラーかわい、GT、バーベキューアサだ、BA、ファンキースエヨシ。 ドクターからなる4人組ロックバンド。1984年8月25日にアルバム、良い、シングル、週刊東京、少女への同時発売でメジャーデビューした。応援歌の定番となっている、ランナー、日本武道館を舞台にした楽曲、大きな玉ねぎの下で遥かなる思い、最高視聴率30.4%を記録した、テレビ番組、すすめ。 電波少年の中で誕生した旅人よ、ザロンゲストジャーニーなど数々のヒット曲をリリースしてきたが、1999年に活動休止を発表。その後は、その日限りで2005年、2007年、2010年に爆風スランプとしてライブを行っていたが、今年12はライブツアーを開催し、26年ぶりとなる新曲のリリース、タイトル、 発売日未定も発表されている。同番組は中井正宏と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務める。大合唱企画、希望の歌中継企画、ダンスバトル、垣根は超えた。今度はバトルだ。ホープバンドなどの企画もあり、70組を超えるアーティストが出演する。